XR 会議2020にご参加いただきありがとうございます。 XR 会議2020はダイヤモンドスポンサーシンク&センス他スポンサー各社の提供でお送りしています。セッション開始まで今しばらくお待ちください。まもなく次のセッションが始まります。コメントは配信画面右のコメント欄からお寄せください。またスクリーンショットや SNS への投稿に関してはサイト上部の記載をご確認ください。時間となりましたのでセッションを始めます。コメントは配信画面右のコメント欄からお寄せください。またスクリーンショットや SNS への投稿に関してはサイト上部の記載をご確認ください。それではどうぞ。
はい、発表を始めたいと思います。松永と申します。よろしくお願いいたします。最初にお断りなんですけれども、録画のタイミングでちょうど喉が痛くなっていてですね、できるだけ喋りたくないっていう状況でして、なので、喋らずに済ませるところは、スライドの文章を読んでもらって終了っていう形にしたいと思いますので、あらかじめご了承いただければと思います。必要なところについては、言葉で説明とか補足とかを入れたりします。最初に簡単な自己紹介なんですけれども、普段はゲーム、ビデオゲームですね、について、哲学的な観点から研究をしているという感じでやっています。で、ここに画像を上げているのは、割と最近書いた本とか、あと翻訳としてこういうのが出てますよっていう感じのものです。で、それからこれは文化庁の仕事としてやったんですけれども、ゲームの研究について、国内と国外それぞれの現状どうなっているのかとか、これまでどういうことがされてきたのかっていうことを簡単にまとめた冊子を作りました。それの編集というか取りまとめを担当したということですね。そういう仕事をやっています。で、今回の発表では、哲学が専門なので、哲学的な観点から VR についてちょっと考えてみたいということをやってみたいと思います。で、具体的には以下の2つっていうことで、VR 上の事柄がリアルなのかフィクションなのかっていう問題を取り上げて、一定の答えを与えると。で、もう一つは、VR ならではの没入経験というか、リアリティの経験っていうのが、一体どういうことなのかっていうのを説明したいと。この二つの論点を使いたいと思います。で、注意点というかですね、哲学というか、ド文系なので、技術的な話は基本的にできなくて、なので今回もそういう話は一切なしっていう感じになります。で、それから、一応具体例はいくつか出すんですけれども、あまりその個別の事例の特徴について問題にするような話ではないので、あまりその具体例の具体的な詳細については踏み込まないことにしたいと思います。あと、あまり喋りたくないのもあって、今回のスライドはかなり文字がたくさんみたいな感じになってるんですけれども、あらかじめご了承くださいということです。で、最初に方法論的な話というか、その哲学者がどういう関心を持っていて、で、どういうところに目標を置いているのかっていう話を簡単に説明したいと思いますが、結構方法論の細かい話ではあるので、興味ある方は後で資料を読んでいただければいいかなぐらいの感じですかね。基本的に概念的な問題に答えることを目指してますとか、あと、あんまりデータを取らないというかですね、直感っていうんですけれども、普通そうでしょみたいなところで全部話を進める傾向にあります。で、それからこの下の2つ目のポイントは重要なんですけれども、最終的に目指すところが、こういうふうに考えると、もうちょっと考え方が整理できるんじゃないかとか、あと物事を理解する解像度が高まるんじゃないかとか、あと新しい視点が得られるんじゃないかとか、そういうところを目指す傾向にあります。で、今回の発表も基本的には、落としどころとしてはこういう方向に持っていきたいと思っています。で、改めて、こういう問いを扱いますよっていうことなんですけれども、先にそれぞれどういう方向からこの問いに対して答えを与えるのかっていうのを、簡単に説明しておくと、一つ目の問いに対しては、基本的にはその言葉遣いとか、その言葉の意味とかを考え、まずはちゃんと考えましょうと。それによって整理できることがあるので、まずはそれを頑張りましょうっていう感じの方向で議論を進めます。で、もう一つの、その VR の経験をどう説明するかっていう方は、他のメディアとの比較によっていろいろ見えてくることがあるんじゃないかっていう方向で、話を進めたいと思っています。で、これはこの発表で使う言葉遣いなんですけれども、VR デバイスはそのままな感じなんですが、この VR 表彰っていうのは、そもそも表彰っていうのは何かによって何かを表すことなんですけれども、例えばその言葉を使って何か言いたいことを表すみたいなのは言語表彰と呼ばれるし、絵とかその映像とかを使って何かを表すことは画像表彰と呼ばれたりします。で、それと同じような意味で、その VR デバイスを使った表彰、何かを表すことっていうのを VR 表彰というふうに呼びましょうと。で、当然表彰っていうのはそれによって表される内容というものを持つので、それを VR 表彰の内容というふうに呼びましょうということですね。
で、この VR 表彰の内容っていうのは、直感的に言うと、VR デバイスをつけたユーザーが、実際にそのデバイスを通して見ているものというか、目に映っているものっていうふうに、とりあえずは考えてよいかと思います。なので、まあ、一般にそのバーチャル世界とかバーチャル空間とか、まあ、3D の空間ですよね。そういうものに、およそ相当するかなと思います。で、まあ、図にすると、こういう感じということですね。ということで話に入りたいと思うんですけれども、まあ、いきなりその問いに取り組む前に、まあ、簡単にその前提というか、とりあえず整理しておいた方がいくつか、整理しておいた方がいいことがいくつかあるので、それについて話したいと思いますが、まあ、まずそもそもどういう問題をターゲットにしているかっていうとですね、まあ、そのリアルとバーチャルの境目が曖昧になっているみたいな、そういう言説が、まあ、ネット上とかに大量にあるわけです。まあ、ちょっと検索すればたくさん出てくると思いますけれども。で、大体、そういう言説が何を言っているかっていうと、そのリアルとバーチャルっていうのは一般に別物とされていますと。ただ、最近のいろいろな現象を見ると、その両者の区別っていうのが、かなり曖昧になってきているんじゃないかと、そういう話を、いろんなネット上の言説が言っているという事実がまずあって、で、それについて、その境界が曖昧になっているっていうのが果たしてどういうことなのか、その人たちは何を言いたいのかっていうのもちょっと哲学的な観点から考えてみたいということがまず問題意識としてあるわけです。で、そういう言説において、その曖昧だって言ってるんだけれども、じゃあ実際に何が曖昧だ、何と何の間で曖昧なものがあるのかっていうことで、まあ、普通に読む限りはそういう言説が言っているのは、まあ、基本的にはその、現実のものとその非現実的なもの、実際にはないものの間の区別が曖昧になっているみたいな、そういう話をしているんだと思います。で、そこで現実じゃない方のその非実在的なものを指す言葉として、例えばバーチャルとかフィクションとかそういう言葉が使われていると。っていう点で、この2つの曖昧さっていうのが言われているということだと思います。で、まあ、ただ、実際そこで言われている、そのバーチャルなものっていうのの具体的な例としては、かなり、いろいろなバリエーションがあって、まあ、ここに挙げてみたものがその一部なんですけれども、まあ、例えば、広くビデオゲーム全般がバーチャルと呼ばれていたりですね。あと、まあ、例えば、古くはセカンドライフみたいな、インターネットを介した、そのアバターがいて、その空間移動してコミュニケーションするみたいな、そういうタイプのオンラインサービスが、まあ、バーチャルなの典型例と言われたりですね。あと、まあ、当然ながら、その VR のコンテンツとか、あと、まあ、最近であれば、まあ、VTuber っていうのが、まあ、バーチャルなものの一つとして挙げられたりもします。という仕方で、まあ、かなり、たくさん多様なカルチャーというものが、バーチャルという言葉で一括りにされる傾向があります。で、まあ、ただそうなんですけれども、そういう、こういう多様なものを、まあ、ひとまとめにして、まあ、バーチャルっていう言葉で、一枚岩のものとして論じるっていうのは、まあ、あまり見込みがなさそうに思えると、まあ、それぞれ別々の特徴を持っているわけなので、区別して論じた方がいいだろうと思います。というわけで、この発表では、まあ、VR デバイスを使った表彰という意味での、バーチャルなものに限定して話を進めたいと思います。まあ、とはいえ、もうその、今回の発表の中身はですね、他の VR 以外のバーチャルと呼ばれているものについても、まあ、ある程度適用できるような考え方なので、それを考える上での役に立つとは思います。というわけで、まあ、その VR デバイスを使った表彰っていうのの内容が、そのリアルなものなのか、フィクショナルの内容なのかっていうところで、そこを問題にしたいということですね、とひとまずは。でもそれに対して、まあ考えられる答えというか、実際によくなされている答えだと思いますけれども、こういうものがありますということで、まあ、そもそもそのバーチャルっていうのを仮想というふうな日本語に訳すから、そういう問題が起きる、そのリアルかフィクションかみたいなそういう問題が起きるのであって、本来のバーチャルっていうのは本来、仮想的という意味ではなくて、機能的に等価っていう意味だと。まあ、典型的にはそのバーチャルメモリーとかいうときに使われる用法ですけれども、まあ、バーチャルメモリーっていうのはメモリーと同じような機能を持つものとして想定されているわけなんですが、まあ、そういう意味で使う限りは、その現実かフィクションかみたいな話にはなりようがないと
両方ともまあ現実の実際の機能を持つものなので、だからまあそういう仮想って訳しているからこそ、そういう変な無駄な問いが生じているのであるという、そういう主張がなされることが結構あります。で、この答え方は部分的には正しくてですね、そのバーチャルって言葉がそもそもそういう意味だったっていうのは正しいと思いますし、でその意味を採用する限りは、そのリアルとフィクションっていう対比が成り立たないっていうのもその通りだと思います。ただ一方で、そのバーチャルっていうふうに今呼ばれている様々なものがあるわけですね。こういうリストを見るにあるように。で、これらの全てにおいて、その元々の意味である機能的に等価っていう意味でのバーチャルという概念が使われているかどうかっていうのはかなり微妙な話で、実際には使われているケースは一部だと思います。さっきも言ったようにバーチャルメモリーとかですね、あとまあバーチャルメモリーとかは確かに元々の意味をそのまま引き継いだ使われ方だと思いますけれども、まあ、それこそバーチャル YouTuber とか、ビデオゲーム全般をバーチャルと呼ぶような用法においては、まあ、その元々の意味っていうのからはだいぶ離れているんじゃないかと。なので、バーチャルっていうのはそもそも機能的に等価っていう意味なんだっていうところで議論を終わらせてしまうことは、不適切なんじゃないかということですね。もうちょっとそのバーチャルという言葉が使われているそれぞれのケースについて、例えばこのケースだとバーチャルという言葉がこういう意味で使われてますよとかですね、そういう感じで細かく見ていく必要があると思います。はい、というわけで、まあこの仮想は誤訳説はダメだということです。この発表のスタンスとしてはですね、まあ、基本的に、まあ、今言った話なんですけれども、バーチャルという言葉の意味を最初から確定させてしまうんじゃなくて、バーチャルの意味はこうだって言ってしまうんじゃなくて、まあ、それぞれのそのバーチャルと呼ばれている事柄とか、文脈とかに応じて、それぞれの対象がどういうあり方をしているのかっていうのを細かく見ていきましょうという、そういうスタンスを取ります。で、今回の発表ではそのうちの特に VR デバイスを使った表彰と、まあ、その内容についても限定して話を進めていきたいということです。というのが前置きで、ここから議論に入っていきます。で、もう一回最初の問いを、一つ目の問いですね、改めて書いておくと、VR デバイスの能力を使った表彰が表す内容は現実に存在するものなのか、それとも虚構世界上に存在するものなのか。あるいはそのリアルともフィクションとも言いづらい、まあ、第三の何かというか曖昧な何かなのかっていう、そういう問いを取り上げたいと思います。で、それを論じるにあたって、まあ、とりあえず3つの事例を持ち出したいんですけれども、まず1つ目は、まあ、普通の VR ゲームというか、まあ、何でもいいんですけれども、まあ、基本的には、まあ、大半そうだと思いますが、一人称視点の VR ゲーム。をまず一つ目のケースとして考えたいと。で、それから二つ目は、これはちょっと後で説明したいんですけれども、まあなんかその VR を使った実験作品っていうのがあって、まあ、後で説明します。で、三つ目は、VR デバイスを利用したような場合の VR チャットを取り上げたいと思います。で、なんでこの三つかっていうと、そのそれぞれが、表している内容がそのフィクショナルな場合と、あるいは明らかにその内容がリアルな場合と、あとその中間みたいなケースにそれぞれ ABC がなっているということで、この3つを取り上げたいと思います。で、最初 VR ゲームなんですけど、まあ、これは本当に何でもいいんですが、とりあえずバイオ7を例にしたいと思います。で、この作品で描かれている内容、つまりプレイヤーがその VR デバイスを通じて把握する内容っていうのは、明らかにフィクショナルな世界上の事柄のように思えますと、まあ、要はなんかいろいろ事件とかが起きるわけですよね。出来事が起きていって、まあ、当然そこにキャラクターとか、まあ、敵キャラクターとか味方キャラクターとか、まあ、自分自身も含みますけれども、まあ、そういうのが出てくると。で、そういうのはまあ全て現実に存在するものではなくて、フィクショナル、そのバイオ7というフィクションの世界の中でしか存在しないものだろうと思います。で、ちょっと勘違いを避けるために補足しておきたいんですけれども、ここで言っているその虚構世界上に存在するっていうのは、その内容にこうプレイヤーが何かリアリティを持つとか感じるとか、あとまあ没入感、独特のその没入感を感じるとか、そういう話とは完全に別の話で、
まあ、要するにそのリアリティとか没入感っていうのは経験の質とかどれぐらいそれが強度を持った経験なのかっていう話なんですけれども、今問題にしているのはそこで描かれている内容が本当に現実に存在するものなのか、それとも虚構世界上にしか存在しないものなのかっていう、そういう話なので、まあ、基本的にその現実感とかリアリティみたいな話とは関係ないですよということですね。で、また後で2つ目の論点の時にこの没入感みたいな話は取り上げたいと思います。というのがまず1つ目の事例で、で、2つ目の事例はですね、これは多分ディズニーのお金でなんか VR を使った実験作品を作りましたみたいなケースだと思うんですけれども、まあ、ちょっと文章で説明するのが難しいんですけれども、まあ、とりあえずヘッドセットをかぶったユーザーがいて、で、まあ、その人にボールをポンと投げるわけです。だときに、そのボールがですね、そのモーショントラックされていて、で、その、映像がその VR の画面の中に表示されると、そのボールが飛んでくるっていう映像が表示されると。で、ユーザーは、現実の空間は見てないんだけれども、その VR を通したバーチャル空間を飛んでくるボールを見ているので、結果的にその現実のボールをちゃんとキャッチできるっていうことですね。まあ、そういう実験が行われたということです。で、これは YouTube のスクリーンショットなんですけれども、まあ、最初に、右上にあるのが VR の映像ですね。VR 上の映像だと。だから、真ん中の下あたりにバーチャルなボールっていうのが描かれているわけです。で、それをこうリアルなボールをこうやって投げると、モーショントラッキングによってそのバーチャルなボールの動きが動いていくと。で、それを見ているユーザーは、ちゃんとリアルなボールをそれに、そのバーチャルの映像に基づいてキャッチできるっていう感じで。まあ、なんかちゃんとキャッチしているのかわからないですけれども、まあ、少なくとも、なんとかキャッチできているっていう感じになっていると思います。で、このケースはですね、まあ、この描かれている右上のボール、これ自体は現実に存在するものではないわけです。そのバーチャルデバイス上に表彰されているボールなので、これ自体は現実にはないと。ただ一方で、そのそういったバーチャルな映像をもとにして現実の世界についての情報っていうのをユーザーは得ているわけですね。その現実の世界で、そのボール、現実のボールがどの場所にあるのかとか、どういう軌道を描いて飛んできているのかっていう情報をユーザーは得ていると。それによって実際のボールをキャッチできているというわけです。っていう意味で、そのバーチャルなボール自体はないんだけれども、それを通して現実の状況についての情報を得ていると。ある意味でその現実の状況が表彰されているっていうふうな言い方ができるかと思います。まあ、それはここに最後に書いてますけど、ニュースサイト上の画像によって、そのバイデンという人が表彰されているっていうのと同じような意味で、その現実についての表彰になっているっていうことですね。はい、これが2つ目のケースで、で、3つ目が VR チャットなんですけれども、これはちょっと複雑な例で、そこで描かれている空間そのものとか、あと、まあ、そこに配置されているオブジェクトっていうのは、バイオセブンと同じように現実の存在ではないだろうと。まあ、要するに、その VR チャット上の空間っていうのは、この世界のどこにもないわけですよ。で、そこに置かれているものっていうのも、この世界の中にはないもののはずです。で、一方で、その VR チャットっていうのは、ユーザーが操作するアバターっていう存在があって、まあ、これ VR チャットに限らず、オンラインゲームというか、MMO とかにも典型的に見られるものなので、特に特殊なものでもないですけれども、アバターっていうものがいて、で、アバターの存在っていうのは結構独特なあり方をしていると。で、アバターっていうのは、その確かに、それ自体としては現実の存在ではないし、まあ、いろんな格好をしているわけですけれども、その格好が、姿形が現実のユーザーについての情報を伝えているわけでもないと思います。かなり似た形でアバターを作れば、まあ、なんとなくユーザーの姿形についての情報を伝えているとは言えますけれども、まあ、普通にそれは変えることができるという意味で、まあ、現実についての情報にはそんなになっていないと。なんですけれども、その一方で、アバターの動きとか、あと、まあ、喋る場合の声とかですね。
ていうのは、まあ、ある程度その現実の状況、事実っていうものを VR を通して伝えているんじゃないかということで、具体的には、例えば、VR デバイスを使っているケースを考えると、まあ、それこそ頭の動きとか、ハンドトラッキングを使っている場合は、その手の動きとかが、その現実の世界におけるユーザーの手の動きとかが、そのまま VR 上のアバターの動きに対応しているわけなので、まあ、それを見る人は、その現実のユーザーの動きについての情報を得ているということになると。それからまあ仮にそのボイスチェンジャーを使った場合だったとしても、その声色自体は現実のものじゃないんだけれども、そのどういう喋り方をしているのかとか、どういう内容を喋っているのかっていうのは、現実のユーザーが喋っている事柄をまあそのまま伝えているという意味で、まあこの点ではバイオセブンとは違って、どっちかっていうとさっき見たボールの実験のケースに近くなっているんじゃないかっていうことです。っていう3つのケースがあって、まあ、それぞれ共通点と相違点を簡単にまとめたいんですけれども、まず共通点としては、VR デバイスがその直接に描いている内容、その 3D の内容というか、っていうのは、まあ、それ自体としては現実のものではないと。この点は3つのケースにおいて全て共通だと思います。で、一方で、その表彰の内容が何についての情報になっているのかっていうところで、それぞれ3つのケースで違っていて、まあ、バイオセブンの場合は虚構世界上の事柄について伝えているし、ボール VR の場合は現実についての情報を伝えていると。で、VR の、じゃないわ、VR チャットの場合は、その中間という感じになっているということです。ということですね。はい。で、この間違いがあるということなんですけれども、それがどういう観点から説明できるかっていうと、その表彰の内容も繰り返しになりますけれども、表彰の内容をどういう目的で使うのかっていうところで区別できると。つまり、まあ、虚構世界を作り出すのに使われるのか、あるいはまあ言い方を変えると、虚構世界の状況について伝えるのに使われるのか、それとも現実の状況について伝えるのに使われるのかっていうところで、まあ、使い方が違うっていうところで説明できるんじゃないかということです。で、まあ、図にするとこういう感じで、まあ、この、VR 表彰の内容のところまでは3つのケースで全部一緒なんだけれども、その内容をどう使うのかっていうところで、それぞれのケースで、まあ、現実を伝えるのに使うのか、それとも虚構世界を作るのに使うのか、その両方なのかっていうところで違いが出てくるという、そういう図です。っていう説明ができるんですけれども、ただ今した説明っていうのは、VR の表彰に限った話ではなくて、まあ、およそ表彰すべてに当てはまる話です。まあ、例えば、言語表彰を例にすると、まあ、一つの同じ文、同じ内容を持った文っていうもの、まあ、例えば、ロンドンは雨だっていう文があったとして、それが例えば小説の中で出てきた場合は、虚構世界のことを伝えるものとして使われているわけです。まあ、例えば、そのシャーロック・ホームズが住んでいる街が雨だみたいな、そういう話になるわけですよね。で、一方で、その新聞の中でその文が出てきた場合は、まあ、単に、現実のロンドンが雨ですよっていう話になっていると。いうことで、まあ、普通に言語表彰についても同じような話ができるし、絵みたいな画像表彰についても、例えば、法廷画とか肖像画っていうのは現実について伝えていて、あと、多くの漫画とかの絵っていうのは、基本的には虚構世界の状況について伝えていると。まあ、そういう使われ方をしているっていうところで。なので、まあ、VR 表彰に限らず、表彰一般にこの区別というのが言えますよという話です。で、まあ、当然、その両方のケース、両方の機能を持つケースっていうのも普通に、見られて、まあ、わかりやすいのは実写映画だと思うんですけれども、実写映画の場合、ある意味でその虚構世界上の状況っていうのが描かれているわけですよね。ただ一方で、同時に、そこの、なんていうのかな、カメラで実際に撮っているシーンとか、その俳優、実在する俳優の姿とかも同時に伝えているわけなので、まあ、そこの部分は、まあ、現実についての表彰になっているという意味で、まあ、2つの機能を同時に持っているっていうことです。まあ、それから、MMO のアバターの動きとかも、まあ、言うて、プレイヤーのマウスとかキーボードの操作っていうのをある意味で伝達しているわけなので、まあ、その意味では現実の表彰に部分的になっているということは言えると思います。
で、まあ、VR チャットとかの場合は、その2つの機能のそれぞれが、まあ、両方の機能を同時に持っているっていうケースなんですけれども、同時に2つの機能を持つというよりは、どっちの機能を持っているのかが、いまいちはっきりしないみたいなケースもあって、まあ、これ結構程度問題なので、グラデーションがあるという感じだと思うんですけれども、まあ、とりあえず考えられる事例として、例えばモキュメンタリーであるとか、ノンフィクションであるとか、フェイクニュースっていうのが考えられるかなと思います。まあ、フェイクニュースは、まあ、嘘として、普通の嘘として見ることもできるんですけれども、なんというか、まあ、虚構新聞的なって書いてますが、虚構新聞まで行くと明らかにフィクションですけど、その中間みたいなのも普通に考えられるわけなので、要するにそのジョークなのか、そうじゃないのかがはっきりしないみたいなケースっていうのが普通にあり得るということで、この両方の機能のどちらなのかっていうのがはっきりしないケースも普通にありますよということです。ということで、以上の議論をまとめると、まあ、繰り返しになりますけれども、VR 表彰の内容っていうのは、まあ、それ自体としては、常に現実のものではないと。まあ、ただ、これは表彰一般、表彰の内容一般に言える話なので、特に面白い話ではないだろうと思います。で、それから、そこで VR によって描かれている内容がどういうふうに使われるのか、現実を描くものとして使われるのか、それとも虚構世界を作るために使われるのかっていうところで、いろいろありますよっていう話ですね。これも特に VR に限った話ではないということでした。という話なんですけれども、それに基づいて最初に出した問いに答えるとどうなるかっていうと、まあ、淡白な答え方なんですけれども、まあ、要は内容自体は現実のものじゃないっていうぐらいの話にしかならないだろうと。一方で、その内容が何についての情報になっているのか、それを通してユーザーは何について知るのかっていう話になると、それは使い方に依存するだろうということで、まあ、フィクションとして使われていれば、それは虚構世界上の事柄についての情報になるし、まあ、現実についての表彰として使われる場合もありますよっていうことですね。で、そのまあ当然、両方の機能を持つ場合もあれば、その両者が曖昧なケースっていうのも普通にありますと。まあ、いずれにしても使い方に全て依存しますよっていう話です。っていう答え方になるかなと思います。で、とりわけその近年、リアルとバーチャルな境界が曖昧になってきてますみたいな、そういう言説がたくさんありますっていう話を最初にしたんですけれども、おそらくはその最近の、まあ、特に、MMO とかですね、セカンドライフ系の、そのオンラインでのコミュニケーションみたいなのを想定すると、割とこの2つの機能を両方持つっていうことが増えてきているという、そういうことを指して、この境界が曖昧になっているみたいな言い方をしているんじゃないかなというのが一つの解釈としてあると思います。ただ、まあ、それはあんまり面白い話ではなくて、まあ、それはそうだろうぐらいのことになると思いますが。というわけで、かなりしょうもない答えが出てきてしまうんですけれども、そんな答えは求めてないみたいな反応があるかもしれないと思ってちょっと言い訳なんですが、やっぱりそのリアルかフィクショナルかみたいな問いにすると、どうしてもそういう答え方にならざるを得なくてですね、だからまあそういう問いを求めてないんだとしたら、そもそもの問いをちょっと変えた方がいいんじゃないかと思います。リアルかフィクションかみたいな言い方をするんじゃなくて、別の言い方で、それぞれなんか VR について、バーチャルなものについて関心がある事柄を、まあ、別の言い方で考えた方がいいんじゃないかなと思います。ということで、もうちょっと違う話にを考えていこうということで、ちょっと別の問いを立てたいということですね。で、まあ、具体的にも2つ目の問いになるんですけれども、その VR ならではの独特の経験とか、まあ、いわゆるリアルな経験とか没入感っていうものがどういうふうな特徴から出てきているのか、VR が持つどういうふうな特徴から出てきているのかっていうところの、問題を考えた方がいいんじゃないかと思います。おそらくこっちの方が面白い話になると思いますので。で、だからもともとそのリアルとバーチャルが云々みたいな話をしていた人々も、もしかしたらまあこういう VR ならではの、あるいはバーチャルなものならではの経験の独特さみたいなところに関心を持っているの、いた、いたのかもしれないです。で、これは余談なんですけれども、日本語でリアルとかリアリティっていう、こういう文脈で使われる場合のその本当らしいとか現実感があるみたいな意味でのリアルとかリアリティっていうのは、これは基本的に和製英語として理解した方がいいと思います。で、英語だとそういう言い方は基本的にはしなくて、
リアルっていうのは現実のものという意味だし、リアリティっていうのはまあ現実そのもののことなので、本当らしさとか現実感みたいな意味だと、むしろリアリスティックとかリアリズムみたいな言い方が普通はされると思います。なんで、リアルかフィクションかとかバーチャルかみたいな話は、もしかしたらこの言葉遣いに足をすくわれている可能性があるかなとちょっと思いました。なので、注意しましょうっていうことですね。で、問いがこういう感じなんですけれども、それについて、あらかじめ答えを出しておくと、VR 表象っていうのは透明性と、あと自己中心的な位置情報の伝達っていう特徴を持っていますと。それぞれ後で説明しますが、で、それらの特徴によって、VR ならではの経験が生まれているっていう説明が可能になるんじゃないかという、そういう答え方をしたいと思います。で、まず透明性からなんですけれども、これはケンダル・ウォルトンという、美学者というか哲学者が、写真の特徴は何か、その手書きの絵と比べた場合の写真の特徴は何かっていう話をしているときに持ち出している概念です。で、透明な媒体っていう言い方をしていて、媒体っていうのはこう何かを伝える媒体ということですけれども、透明な媒体っていうのは大体こういうものだということを言っています。まず、因果性という特徴を持っていると。この因果性っていうのは、書いてある通りなんですけれども、表彰されている実際の対象と、あとその表彰の内容っていうのの間に、その因果的なつながりがあると。具体的に言うと、その写真のケースで言うと、まずその実際の対象として、その被写体っていうものがあるわけですね。被写体の姿っていうものがあると。それは現実の存在なわけなんだけれども、そこからそれをカメラで撮影して、で、それが感光してですね、それを現像して、最終的に写真のプリントが出てくるわけですけれども、そのプリントに描かれている表彰内容っていうのと、その最初の被写体の姿っていうのの間に、その因果的な関係が成り立っているわけです。その因果的というか、機械的なというかですね、その物理的なプロセスで全部成り立っている話なので、マインドインディペンデントみたいな言い方もしますけれども、人間のその精神みたいなのが間に介在しないと、その全て物理的な因果関係によって、最初の実際の姿形からプリントの表彰内容までがつながっているということです。で、手書きの絵画の場合は、この間に必ず人間のその書き手の知覚とか、知覚をもとに、その実際に手を動かして、みたいな、そういう、認知的なプロセスが必ず入っているので、マインドディペンデントなんですけれども、その点で、写真と手書きの絵画は違いますという話です。というのが因果性の話で、で、もう一つは類似性って言っても、こっちは普通に手書きの絵画とかも持つものなんですけれども、その描かれている実際の対象と表彰されている内容っていうのが似ていますということですね。で、こういう透明性っていう特徴は、ウォルトンによると、写真だけが持つものではなくて、例えば望遠鏡とか顕微鏡とか鏡みたいな、そういう媒体も同じように持っているということをウォルトン言っています。むしろその望遠鏡とか顕微鏡とか鏡と同じようなものとして写真を考えてはどうかみたいな、そういう発想だと思います。っていうのが透明性というものです。で、この透明性という概念を VR に適用するとどうなるかというと、全面的に透明性を持つわけじゃないんですけれども、部分的にその特徴を持つケースがあるんじゃないかと思います。具体的には、分かりやすいケースだと、モーショントラッキングをするような場合は、さっきみたいなケースですけれども、ユーザーの頭の動きとか手の動きみたいなのが、実際のその表彰内容に、そのまま因果的に関係しているとか、あとその形が似ているとかですね、そういう特徴が言えるわけです。で、同じようにボイスチェンジャーを使った話の場合でも、普通に、声色自体は違うんだけれども、それ以外の喋り方とかは、透明な関係に、因果的なつながりを持っていて、かつそれが類似しているっていう関係になっているということですね。で、ついでに今回は VR の話なので、あんまり AR の話はしないんですけれども、一応この透明性という概念は AR の特徴を説明するのにも部分的に使えるかなと思っていて、どういうことかっていうと、その AR っていうのは、実写の部分が必ずあるわけですけれども、そこの部分は完全に透明だと、その写真と同じなので、普通に透明性を持つっていうふうに言えるんだけれども、
一方でその上になんかこう、なんかでち上げられた映像っていうのがこう乗っかるわけですね、AR の場合は。でそこの部分はまあ不透明な描写になっていて、表彰になっていて、だからまあそういう透明な部分と不透明な部分の組み合わせとして AR っていうのが特徴付けられるんじゃないかなと思います。で、さらに重要なのは、そこで乗っかっている表彰内容の方は、まあ、さっきの VR のところでした話なんですけれども、使い方次第でその現実を伝える内容にもなるし、虚構世界についての内容にもなるっていうことで、結構使い方次第で、リアルなものにもフィクショナルなものにもなるんじゃないかと思います。まあ、具体的に例えば AR 上で、現実の時間を表す時計とかをポチョンと置くような場合は、それは現実、その時計自体はまあ、ない、実際にはないんだけれども、それを通して現実の時間についての情報を伝えているっていう意味では、現実の表彰になっていると。で、一方で、ポケモン GO とかの場合は、ピカチュウとかが乗っかるわけですけれども、まあ、それは現実にそのピカチュウがいるとかいうことを伝えているわけではなくて、そのフィクショナルな内容として、そのピカチュウがそこにいるというふうに、フィクショナルにみなしましょうっていう感じの情報を持っていると。なので、まあ、AR の場合も使い方次第で、その現実についてのものになるか、フィクショナルなものになるかっていうところで違いがあるということです。で、まあ、以上が透明性の話で、次は自己中心的な位置情報の伝達という話なんですけれども、こっちは、コーエンとメスキンという人が、まあ、さっきのオルトンの写真論を批判する中で出している概念です。で、まあ、言い方はかなり難しいんですけれども、考え方は割とシンプルで、まあ、要するに、何かを表彰するデバイスが、まあ、どの場所にあるかとか、どっち方向に向いているかっていうのが、そのまま その表彰デバイスが描いている内容に、まあ、繋がるというか、反映されるというか、そういうことです。まあ、そのままそっくり反映されるかどうかはともかく、その内容が完全に依存しているっていう、デバイスの位置とか方向に依存しているということですね。まあ、例えば望遠鏡とかが典型的で、まあ、望遠鏡っていうのは要するにどっち向きにこう向けるかによって、まあ、どの場所からどっち向きに向けるかによって、当然そこに映ってくる、レンズに映ってくる像っていうのが変わってくるわけです。で、同じように顕微鏡とか鏡とかもこの特徴を持つと。で、コーエンとメスキンによると、写真っていうのは自己中心的な位置情報を持たないっていうことですね。だからウォルトンはこういう望遠鏡とか鏡とかと写真を同じものとして並べているんだけれども、この点で違うんじゃないかという形で批判しているわけです。というのがコーエンとメスキンの自己中心的な位置情報の伝達という話です。で、VR にそれを適用するとどうなるかというと、これはグラント・タビナーという人が割と最近の論文で言っていることなんですけれども、まあ、擬似的にそういう特徴を持っているということをタビナーは言っていて、で、どういうことかっていうと、そのある意味で VR っていうのはそのユーザーの体の動きとか向きとかがそのまま内容に反映されるっていう意味で、まあ、かなり近い特徴は持っているんだけれども、ただその内容が、実際にそのデバイスのユーザーの向きとか位置について、そのまま伝えているかっていうと必ずしもそうではなくて、あくまで、直接に伝えているのは、そこで表彰されている 3D 空間上のそのカメラの位置とか場所についての情報でしかないと。まあ、要はその VR の内容を見たとしても、その映像を見たとしても、その人がどの場所にいるとか、どっち方向を向いているっていうのは、直接には分からないってことですね。だからその点では写真と割と似ているっていうことが言えると思います。その自己中心的な位置情報の伝達ができてないということですね。なんだけれども、その、ある意味でその、バーチャル空間上のカメラの位置とか向きっていうのの情報がそのまま伝えているので、その意味で、擬似的に、自己中心的な位置情報の伝達が成り立っているという、そういう話です。っていう特徴を VR は持つというふうに言えると思うんですけれども、この特徴は、まあ、実際いろんな仕方で使われていて、例えば、さっき挙げたボールのケースのように、現実の表彰の場合は、その VR 上の内容の向きと位置、そのカメラの向きと位置っていうのをそのまま現実上の、デバイスの、まあ、具体的なデバイスを被っている人の頭の向きとか方向っていうことになると思うんですけれども、その現実上の向きと位置っていうのを、まあ、擬似的に伝えるものとして使っているわけですよね。
一方で、これも同じく現実についての表彰ではあるんだけれども、ちょっと違う使われ方をされているケースとして、例えば Google Earth VR でなんかストリートビューを見るみたいなケースの場合は、確かに何らかの現実上の向きと位置についての情報は、その内容を見ることで伝わってくるわけです。なんだけれども、それは、基本的にはそのストリートビューを映している、その場所の、シーンを撮っているカメラの位置とか向きとかを伝えているだけであって、VR デバイスを被っている人の頭の向きとか、その場所とかを伝えているわけではないと。ということで、ちょっと、ボールのケースとは違いますよっていうことですね。それから現実の表彰じゃなくて、その虚構世界の表彰として使われる場合は、今度はもう現実についての情報ではなくて、そもそも虚構世界上の、なんか特定の場所から見た特定の風景っていうのが描かれるわけなので、その位置情報とか向きとかが伝わることになると。で、当然その、自己中心的なの中心になるものっていうのは、その VR デバイスを被っている人ではなくて、虚構世界上の、例えばプレイヤーキャラクターであったり、バーチャルカメラであったり、そういうものが、位置情報の中心になるということです。で、そういう特徴からどういう結果が生まれるかというとですね、ある意味でその VR ユーザーっていうのは自分の頭の向きとか、移動とかで、その表彰内容を変えているわけです。で、そこでこう連動してその表彰内容が変わっていくんだけれども、その表彰内容は、実際のプレイヤー、ユーザーの、場所とか向きとかの情報を伝えるわけじゃなくて、必ずしも伝えるわけじゃなくて、それこそ現実上の別の場所の向きと位置を伝えたり、虚構世界中の特定の何か実態が持っている場所と向きっていうのを伝えたりすると。だから割とその2つの向きと位置が連動することによって、プレイヤーはあたかもその自分がそのバーチャル空間上描かれている世界の中にいるかのような経験をするんじゃないかということです。フィクションの場合であれば、それは没入経験とか同一化の経験、そのキャラクターとの同一化の経験というふうな言い方で、おそらく言われてきたものに相当するだろうし、さっきの Google Earth のケースみたいな場合は、いわゆるテレプレゼンスですね、その遠くにいる感覚になるみたいな経験につながるんじゃないかなと思います。で、以上をまとめると、VR 表彰っていうのは部分的な透明性とか、あと疑似的なその自己中心的な位置情報の伝達っていう特徴を持っていますと。で、特に後者の位置情報の伝達に関しては、他の表彰メディアにはほぼ見られないものだと思います。具体的に言うと、その映像とか、絵画とか、あと言語ですね。といったも代表的な表彰メディアには普通見られない特徴だと思います。なんで割と VR ならではって言ってもいいと思いますね。鏡とか顕微鏡とか望遠鏡とかは一応そういう特徴を持つんですけれども、望遠鏡を使ったフィクション作品とかはほぼ作られてないというか、まずないと思うので、ちょっと、結構 VR ならではの特徴として言えるんじゃないかということです。で、その特徴が VR ならではのリアリズム経験っていうのをある程度説明するんじゃないかということですね。っていう説明が成り立つんですけれども、こういう話をするときに、現実かフィクションかとかリアルかどうかみたいな、そういう、対概念っていうのは基本的に役に立ってないわけです。今見てきたように。なので、基本的にこういう、VR のならではの経験みたいな話をする場合には、リアルとかフィクションとか、なんかその間が曖昧になってますみたいな話はしない方が得策なんじゃないかと思います。リアルじゃなくて、リアリズムって言えば全然いいんですけれども、現実か、あるいはバーチャルかみたいな、そういう話に持っていかない方がいいということですね。で、その代わりに透明性とか自己中心的な位置情報の伝達という概念を持ち出した方がより有益なんじゃないかということです。で、この発表ではですね、他にいくつか VR の特徴を考える際に役立ちそうなものがいくつかあるんですけど、具体的にここに挙げているインタラクティブ性とかシミュレーションとかなんですけれども、この辺は僕が書いたビデオゲームの美学という本があって、そこで多少触れているので、もし興味があればご覧になっていただけるといいかなと思います。参考文献こんな感じです。
ということで発表以上です。ありがとうございました。